が大人のプレート。大人のランチプレート。大人のランチプレートと黒猫のゼリーと黒猫プリン。黒猫プリン、でも見た目にゼリーやん。それとサーモンフィッシュ&チップス、それとドリンクバーの飲み物です。はい、今からいただきます。さあ、いただきます。これあのオムライス、オムライス、オムライスと、それね、あのなんかね、イタリアやったかな、フランスの料理をね、フランスやったかな、イタリアやったかな、ちょっと冷えてる。でもこれはなんか10人復帰するオムライス、なんかフランスかなんかに行くと、その魚揚げたのとポテトチップスがついたのがいっぱいあのカゴの中に入って出てくる。どこやったかな、忘れた。ポテトチップス、 それ同じもの。フライドポテトじゃなくて、そう、フライドポテト。店によってね、そのポテトの形が違う。オムライスはちょっと冷たいというか冷えてるけど美味しいよ。いつもないから、この大人のプレート。今サーモンフェアかなんかがイケアであってて、サーモンがいっぱいと、これは多分人気のやつだと思う。人気の、あの冷凍食品でも売ってるミートボール、肉を使ってないミートボールやったっけ。これは普通のミートボールよね、多分。これ子供でもいい。これあのドーナツやっぱあったよ。あったね。今イケアがハロウィンフェアがあってて、あのこんな目玉の猫ちゃんの、猫ちゃんの目玉とか、あの指、この指のクッキーとかがね、あったけど、なんかちょっとね、おぞましくて食べきるみたいな。あとドーナツの中に目玉が入ってたりするやつ、東京の方だけしかないと思ってたら、こう福岡もありました。どんな味がするんやろうね、指のクッキーとか。指のクッキーじゃない、なんか血と皮なんか、ラズベリーソースみたいな。ラズベリー、違う、わかんない、見た目、見た目がね。このサーモンは美味しい、肉厚で油もほどほど でドリンクが、これはレモン、レモンと炭酸、レモンの炭酸割りみたいな、ちょっと甘い。それとカプチーノ、ドリンク無料、無料じゃない、150円やったっけ、50円やったっけ、100円で飲み放題で、ここのカプチーノは機械だけど美味しい。なんか機械でもさ、豆が悪いとまずいのがあるやん。このは美味しい。今日はイケアにお部屋を秋っぽく模様替えしようと思って、なんか秋のなんかいいのがあったら買おうかなと思ってきたんですけど、あるかな。なんか入り口のとこ見たら、もうなんか茶色とかグレーっぽいのがあったから、多分前回来た時よりも秋っぽいのに変わってると思う。朝早く来て一回コストコに行ってきたのですよ。今コストコに行ってなんか積んで下ろして IKEA に入ってきた。もうな、何下ろした？カートから下ろしたら、なんかコストコでなんか食べてたみたいにお腹がいっぱい。ちょうど今お昼の時間だけど、この IKEA の行く人、入る人、出ていく人がめっちゃ多いんですけど、今日平日なのに。なんかおうち時間が長くなると部屋の中をきれいにしたいよね。お部屋の中もきれいにしたいし、なんか過ごしやすい空間も作りたいし、この目玉が気になるけど、これが目玉中なんや、その目玉なんやろ、目玉なに、なんか黒ゴムプリンみたいよね。